自己保持ソレノイドについて説明します。ソレノイドは普通、通電していないとき、フランジャーはフリーの状態です。吸着状態を保持させるには、ずっと通電しておかないといけません。ですが、自己保持ソレノイドの場合、永久磁石が内蔵されていますので、通電していないときでも、吸着状態を保持することができます。自己保持ソレノイドには、プラスとマイナスがあります。吸引させるとき、プラスはプラス、マイナスはマイナスにつなぎます。するとこのように吸引します。電気を切っても内蔵のマグネットで吸着状態を保持します。復帰させるときは磁石の力を打ち消すために電圧を調整します。そして今度はプラスとマイナスを入れ替えます。するとこのようにフランジャーが復帰します。